神明神社は、愛知県北郡南地多町大旗篠島旗神,神戸101にある神社。篠島神明神社とも呼ばれる。交通安全や会場安全の神として祀られている。篠島に日社ある神社のうち、神明神社は、女宮、八王子社は、男宮とされる。近年には、神明神社と八王子社が、縁結びの神社と尊ばれ、 若い男女の参拝者が多く見られる。鳥居神明神社がある、篠島神明神社の境内からは、縄文時代後期の貝塚が発見されている。日本初期に登場する、伝説上の巫女である、山和姫命は、尾張国中島郡から回路で、三河国厚見郡に渡航する際、篠島に立ち寄ってこの地を御神領に定め、荒見玉を祀ったとされる。宝棄2年。 伊勢神宮から土の宮三座を勘定して、伊勢戸の宮と称した。伊勢神宮に参拝する者はまず、篠島に渡って、伊勢戸の宮に参拝した。悪天候などで、篠島に渡れない場合は、伊勢国の二見ヶ浦に設けられた、養拝所から、篠島の方向を眺めて、伊勢戸の宮に参拝したという。やがて、伊勢戸の宮は、神明宮に改称され、明治中期には、 神明社に改称され、昭和20年代には神明神社に改称された。かつては神明神社の境内で肥大の調整を行っていたが、現在は中手島で調整を行っている。20年ごとに行われる伊勢神宮の式年戦宮の際には、伊勢神宮の古材を神明神社が譲り受けて、社殿を建て替える。この際に出た神明神社の古材で、八王子社も、 社殿を建て替えている。1974年には内宮の東方殿が、1995年には西方殿が可視された。2013年には直近の神宮式年宣宮が行われ、2015年には神明神社の社殿が建て替えられた。現在でも伊勢神宮の社殿一式を移築する伝統を有しているのは日本で篠島のみとされている。 毎年1月3日4日には八王子社と神明神社で正月祭礼が行われる。八王子社に祀られている男性神、お神貴様が神明神社に祀られている女性神のもとに向かい、一夜を過ごしてから八王子社に帰る祭礼である。3日昼には紛争した役男が隊列を組み、掛け声と共に舞を舞う。18時には、 お神ん貴様のお渡りが始まるが、この神事を目にするとたたりがあるとされており、電力会社の協力で、島中の通電を遮断し、観光客であってもお渡りの様子を見ることは禁じられている。神職がお神ん貴様を八王子社から神明神社に運び、神明神社への到着に合わせて太鼓が打ち鳴らされると、家にこもっていた島民が先を争って、神明神社に参拝に向かう。 四日の昼が近づくと、再び紛争した役男による舞が行われ、十三時頃には神職に支えられたお神寺貴様が舞を舞う。役男はお棚木様に役を移して海に流し、お神寺貴様は再び八王子社の本殿に収められる。出典、神明神社。ありがとうございます。